皆さんこんにちは、斉良平です。今年の9月9日、このタイミングで東京の方で講演することになったんですけども、9月9日というと朝陽の節句って言って、もしかしたらあまりまだ聞き慣れてない人もいるかもしれませんが、日本に存在する五節句っていう中の最後のね、9月9日になるんですが、まあ、この時の講演で僕は、そうですね、お話ししたいことは、この節句っていうタイミングを通して皆さんが一体何を思って過ごしていくのかっていうことを一つそうですし、夢っていうものとか目標っていうものがある人もいらっしゃるとは思うんですが、そういったものが叶えられない人ってこの世には存在しません。はい。しないけどなぜ叶えられないのかっていうことに対して気づいていただけると、できない理由に気づくとね、今度は叶えられるっていうのは、目標も達成できるっていう機会になってくれるとも思いますし、あとはこの暦っていうものを通した上で、そうですね、この国のソレイユの人たちがどれだけ僕たちを愛したのかということを知っていただけたらなと思ってます。なのでぜひとも楽しみにしておいてください。ぜひともよろしくお願いします。